スティーブ・ヒレッジはカンタベリー・ロックを代表する1960年代末より活躍しているイギリスのミュージシャンである。一般的にはソロ活動、ナイシュ・ゴングやシステム7といったグループに参加したことで知られている。スティーブン・シンプソン・ヒレッジはロンドン・ウォルサムス島で生誕した。彼は1967年シティ・オブ・ロンドン・スクールというパブリックスクールに通っていた時に デイブス・チュワートと出会い、その後、モント・キャンベルとクリープ・ブロックスも加えて、最初のバンドであるユリエルを結成した。そのバンド名は、市民に通じるということから、マネジメント側から解明させられ、1969年にはアーザケルというグループに発展するが、ヒレッチはそのバンドを大学に進学するという理由で脱退した。 ヒレッジの脱退したバンドはメンバーを変えて1968年にエックへと発展し、そのバンドは高い評価を得る。1971年にヒレッジは音楽界に戻り、カーンを結成した。翌年にアルバム宇宙の船乗り歌を発表するが、同じ年にグループは解散した。次に彼はケビンエアーズと組んだり。 1973年から1974年にかけてゴングの有名な作品、ラジオノーム三部作にギタリストとして参加したりと様々なグループを渡り歩く。1975年から彼は本格的にソロ活動に転向する。彼のソロ作品は主にゴングにおける作曲と連続性を持っており、1970年代におけるジミ・ヘンドリックス以降の展開。 およびパンクロック直前の雰囲気の中でギタリストとして、あるいはプログレッシブロック、フュージョンの作曲家、演奏家として着実にキャリアを積んでいった。彼のアルバム、L は、トットラングレに率いるユートピアのメンバーと録音されたものであり、さらに、グリーンはピンクフロイドのニック・メイスンがプロデュースに当たった。これら1970年代の作品は、 彼の長年のガールフレンドであるミケット・ジロディの協力を得て、スタジオにおける複雑な制作技術を詰め込んだものである。フュージョンやスペーシーなギターサウンドは、ゴングのサウンドの延長線でもあったが、次第にシンセサイザーなどを取り入れたアンビエントな雰囲気へと変わっていく。この頃、ヒレッジはヒッピー文化の一人としてみなされていたが、彼の作品の売り上げは、 パンクロックの到来とともに次第に下落していった。ヒレジは、イギリスアンダーグラウンド文化の中心であった、ロンドンのラドブロークグローブ周辺で時間を過ごし、ホークインドの結成メンバーであるニック・ターナーと仕事をした。1979年には、初期のアンビエント作品として知られる、レインボードームミュージックをリリースし、同年にはオープン、1983年には、 コートネクストアンド、ノットワーをリリースするが、その後ソロ活動は途絶える。1980年代以降、ヒレジは音楽プロデューサーとしても仕事をしており、シンプルマインズ、ロビン・ヒッチコック、イットバイツ等のプロデュースを行った。1980年後半には活動が停滞していたが、1989年、ヒレジはジオーブのアレックス・パターソンがクラブで、 レインボードームミュージックをかけているのを聞き、それを機にジオーブとのコラボレーションを始める。1990年代初頭にはジローディと再び組んでシステム7を結成した。そのバンドは間もなくロンドンのアンダーグラウンドなダンスシーンの一角を形成するようになった。彼のプログレッシブロックからテクのダンスミュージックへの転向は一時期埋没しつつあった。 彼の存在を再評価させることとなる。また、1990年代には、ザシャーラ・タンズのアルバム、アップ・トゥ・アワ・ヒップスをプロデュースした。自作もレコーディング初期段階でプロデュースを担当していたが、アルバム完成前にバンド側から解雇された。ただし、そのうちの数曲には、ヒレッジの名がプロデューサーとしてクレジットされている。ヒレッジは1998年に、1、2、 サンソレというラの音楽イベントをプロデュースしている。アルジェリア出身の歌手であるホーデレ、ラシット・タハ、ハレドをフィーチャーしたものである。1990年代中盤から、ヒレッジはギタリスト兼プロデューサーとして、主に、ラシット・タハの音楽制作に加わっている。ありがとうございます。